無敵ボディまたは甘やかしボディの人とは噛み合わないと思ったこと。宮城県仙台市リボンさんの甘やかしボディの人とは噛み合わないと思ったこと。昨日さ、彼氏と1年記念だったんだ。仲のいい友人に、私も彼氏欲しいな、誰か紹介してくれないと言われ、そういえば高校の時の友達が彼女欲しいって言ってたけど紹介しようか。男友達を紹介しようとしたが、今はダメ、ダイエットするからちょっと待って。半年後、この人めっちゃかっこいいんだけど。佐藤先輩、イケメンだよね。紹介してよ、お願い。ちょうど今日の夜飲み会あるんだけど来る？ダイエットするからちょっと待って、ね、と、いつまで待っても痩せる気配がないこと。京都府京都市粉門さんの無敵ボディの人とは噛み合わないと思ったこと。先輩ちょっと聞いてくださいよ。会社の先輩と飲んでいて、後輩が言うこと全然聞いてくんなくて、俺舐められてんすかねと相談したら、お前に足りないのは筋肉だ、体鍛えたら舐められることなんてなくなるぞと言われ、なんか最近彼女も冷たいんすよ。だからお前に足りないのは筋肉だ。俺の筋肉見てみろよ。何でもかんでも筋肉で解決しようとすること。ということで、無敵ボディまたは甘やかしボディの人とは噛み合わないと思ったこと。